東北新幹線では明日上下11本が計画運休します。このうち県内を通るのは下りが仙台駅午後2時2分発のはやぶさ337号、上りが午後3時18分発のはやぶさ370号、午後7時24分発のはやぶさ392号の3本です。緑の窓口や券売機には予約のキャンセルや変更のために多くの人が並んでいました。ちょっと帰れないのはまずいですね。切符とか取っちゃってたんで、取った後に台風来るってなったんで。新幹線のチケットを返金して払い戻ししてました。もともとその新幹線で帰る予定だったんですけど、急遽そのもう飛行機で帰ることになって、しょうがない、全泊することにして、明日、本当は土曜日なんだけど明日行くことにしたの。これから今日の分、明日の分のホテルが取れるかどうだかわからない。在来線では明日常磐線で仙台と品川などを結ぶ特急日立号4本が運休します。 JR ではこの他にも影響が出る可能性があるため、最新の情報を確認するよう呼びかけています。宮城交通では高速バス2本が運休します。仙台空港発着の空の便は現時点で明日の欠航の予定はありません。